にお風呂を見…明日も一緒…もう絶対この二人とは…ネプトゥーヌさん、ネプトゥーヌさん、あれ、イーソンが…でもいい…別の次元と交信するまで喋れないし動けないって言ってたけど…つながりました。別次元の私とつながりましたよ。早く…落ち着いてください。今映像を出しますから。イーソン、イーソンだ。これが大きい…嘘、腹話じゃ。イーソン、わかる？私だよ、ネプテューヌだよ。はい、間違いなくネプテューヌさんです。まさか本当に別の次元に送られていたなんて。私が一番驚いてるよ。ね、イースならわかるよね。そのことなのですが、お姉ちゃん、お姉ちゃんがそこにいるんです。いや、わ、ネプギアさん、今大事なお話をしているところですから、私もお姉ちゃんとお話しさせてください。あ、ダメです、そんなに顔を近づけないでください。お姉ちゃん、本当にお姉ちゃん。ネプギア、久しぶりだね、元気してた？わー、ネプちゃんにそっくりな子だ。お姉ちゃん、うん、どう見たってネプテューヌの方が妹よね。ちょ、感動の再会なんだから余計なこと言わないで。確かに、もういきなりいなくなっちゃって、私すっごくまたお姉ちゃんがいなくなっちゃって。泣かないで、私は元気だし、それにすぐそっちに帰る。言われている気分です。今のはあなたが無理を言いすぎよ。お互いの安否が確認できただけでもよかった。ネプちゃん元気？なんでプルルンは？だって帰れないってことは、そ
そう、真正面からド直球なこと言う。まあいいか。私言っとくけど、私はあんまり相手してあげられないわよ。やっと念願の女神になれたんだし、早く自分の国を。そんなこと言ってると私のプルルン取っちゃうよ。ノワールの唯一のお友。そんなことしたら許さない。じゃなくて、そうだよ、ぬがノワールもプルルンにかかれば型なしだね。うるさい。ま、そういうことになっちゃったんで、もうしばらくよろしくね、プルルン。うん、こっちこそよろしく。ネプちゃんがこっちに来てから1年、ノワールちゃんは自分の国を起こして、でもその分ルイのシェアが減っちゃってて、ああちなみにプラン…これで言わなきゃいけないこと全部…プルルンはこういうの向いてないかもね。自信あったの。ということで、お話の続き。失礼いたします、ブラン様。ご苦労様。私めも一通り目を通しましたが、いやはや飛ぶ鳥を落とす勢いとはまさにこのことでございましょう。そんなに。ええ、ルビーの国外に住んでいた。これまで女神やゲームに、それだけならまだしも。その…構わないわ。我がルビーの国民も少なくない数がラスト。やはり国内外への移住を自由にしてしまったのはいささかそう。仕方ないわ。国民たちはルイにしか住めないことに。今までこの大陸では長い間、しかしそうでなくなれば民草はあっさりと良いのですか、ブラン様。いつまでもそのように安穏、このままの状態が続けば長年続いたルイの覇権。大臣は、何でございましょう。ブラン様のご命令と。うるさい、喋りすぎよ。
失礼いたしました。しかし、それでは。私だって何もしてないわけじゃないわ。お天気だね。部屋の中にいてもこんなにポカポカ。そうだね、こんなにあったかいと。またまた、ドドルンは暑くても寒くてもいっつ。そんなことないよ。しょうがないよ、こんなにいいお天気なんだもん。だよね、絶好のお昼寝に。なんでのっけから二人でお昼寝してるんですか。やばあ、びっくりした。ひどいよ、イース。気持ちよく寝て。大声ぐらい出しますよ。せっかく女神が二人もいるのに毎日毎日いた。いい加減お仕事してください。そんなこと言われてもな。だってほら、こんなにいいお天気なんだよ。絶好のお昼寝日和だよね。むにゃ。お説教の最中に寝ないでください。もう少しはノワールさんを見ぬ。ノワール。ああ、そういや、お仕事が忙しいんだって。ラストなんとか。違う違う、ラストリベリオンだよ。ラステーションです。ああ、それそれ、ラステーション。しかしノワールはほんと真面目だよね。そうなんだ、お友達がいない。それだけノワールさんは女神のお仕事を優先しているんです。まあまあ、そう怒ってばっかいないでさ。せっかくの可愛いか。そうだよ、おだてたってダメです。今やラステーションはルイを脅かすほどのシェアを獲得。なのにプラネテューヌは女神が二人もいるのに。うん、イースンってば。ノワールのことば。私は向こうのイースンから帰る方法がわかるまでおとなしく待ってて。それはそうですけど、おとなしくというのは何もしないということでは。それなのにあれから全然連絡来ないし、こっちから連絡しようとしても。だって別の次元と通信をするのってすごく大変なんですよ。私の全演算能力を駆使してもつながるまで3日はかかるんですよ。そんなの私のせいじゃないもん。向こうのイースンとこっちのイースン合わせて。それは私にも落ち度はあるかもしれませんけど、だから、ちっちゃいイーソンが向こうのイーソンと連絡。ネプちゃんネプちゃん。ほんと、こっちのイーソンはちっちゃくて旧式で困っちゃうよ。私の世界だったらもうポンコツだよ。ポンコツイーソンだよ。ピキ。わあ、変な音がし…ムキー。誰がポンコツですか。誰が。うわ、イースンが切れた。ダメだよ、イースンは処理能力が…そうだったの。ひょっとして私…ネプテューヌさんはそうやって私のせいにしてサボっているだけじゃないですか。ブルルートさんは私関係ないのに、ただただサボってるだけじゃないです。わあわあ、暴れないでイース。それだとなんだか。そんなのんきなこと言ってる状況じゃないから。今日という今日は許しません。お二人はノワールさんの爪の垢を煎じて、今すぐラステーションに行って女神のお仕事というものを学んできてく。ノワールに教わるの。それはちょっとな。ノワールちゃんか。でもノワールちゃんの国遠いんだ。ま
だそんなこと言うんですか。やばい、その顔はやばいよ。ダメだよイス。お、ほらほら笑って。私の顔はどうでもいいですから、さっさとワステーションに行ってきなさい。痛い、お尻ぶつけた。まさか力ずくで追い出されるなんて。ちっちゃくても怒った時はパワフルだね。あんなに怒ったイース初めて見た。そうかな。そう言われると悪い気しないかって。半分はプルルのせいなんじゃないかな。え、まあいいけどね。さてさて、どうしよっか。教会は追い出す。もっとお昼寝したかったんだ。そうだ、ノワールちゃんの。うわぁ、それナイスアイディア。見事な逆転の発想だよ。えへへ、ノワールちゃんも一緒に。いいねいいね。よし、そうと決まればラステーションに向けて。ああ。